FC 大阪2022シーズンクラブビジョン発表会を始めたいと思います。司会を務めさせていただく FC 大阪41番、武田太一です。まずはじめに2022シーズンクラブビジョンについて、また目標について近藤社長よりお話ししていただきます。近藤社長、よろしくお願いいたします。 はいえー、ただいまご紹介いただきました、えー、おります、えー、近藤雄介です、えー、まず、えー、日頃より応援いただいておりますファン、サポーターの皆様、あそして、えー、スポンサーの皆様、えー、自治体の皆様、えー、サッカー関係者の皆様、えー、経済関係の皆様、えー、いつも本当にありがとうございます。 えー、そして、えー、今回、えー、このような場を設けさせていただいたのも、えー、新型コロナウイルス感染拡大が、えー、まだまだ収まりきらない中で、本来であれば、えー、皆様に集まっていただいて、えー、こういった話をしたかったんですけれども、ネット配信ということで、えー、今回はお話しさせていただこうと思います。じゃあ、えー、まずクラブの話をしていこうと思います。 え本日はクラブが何を考えて何を思って FC 大阪というクラブを J リーグに上げようとしてるかそこら辺の話はちょっと短くはなりますがあ少しお話しさせていただこうと思いますまずは経営理念についてお話しいたします FC 大阪は1996年に吉澤正人ファウンダー昨年 2月10日、休世されました引田晴美前社長が立ち上げたクラブになります。本格的に事業化、J リーグを目指す方向に変わったのが2006年2007年あたりからで、そこから経営理念は変わっておりません。大阪から3つ目となる J リーグクラブを目指し、地域社会の成長と、 発展の原動力を担うことを目的としていてまた地域社会への貢献を経理念とし FC 大阪をはじめとするほかグループチーム4つを加えて新しいスポーツエンターテインメントビジネスを創造しニュースタイルサッカークラブを構築いたします FC 大阪と関わることで少しでも多くの人々がサッカーという枠組みを超えて豊かになってもらいたいなと考えております 経営理念を遂行していくにあたり F ・正坂が最も大事にしていて我々の役割だと考えているのが地域価値の競争になります F ・正坂は地域社会をつなぐ結節線となることで社会の相乗効果を創出し地域活性化に貢献することを目指しています夢と情熱を共有し皆さんと競争する 具体的には FC 大阪はスポーツの価値と築いてきたリソースを活用して地域の人企業団体自治体などのステークホルダーをつなぐプラットフォームとしてより多くの皆様と手を取り合って地域の課題解決だけではなくて豊かなまちづくり新たな価値の発見共に未来をつくっていくことが我々 FC 大阪の役割だと考えております。 持続可能な街づくりをしていく上で一つの団体だけの力ではなくいろいろな方々の相乗連携が不可欠でそれをサッカースポーツの力で実現していきますそこで我々は3つのクラウミッションを抱えております大阪を世界へ社会課題解決への取り組み地域力向上に向けての3つになります まず一つ目の大阪を世界へこれについては2018年にスポーツクラブでは初となる大阪府と包括連携協定というものを締結しております。ホームタウンは東大阪市ですが大阪の名を背負うクラブとしてはクラブミッションを通じ大阪を盛り上げようというコンセプトで地域社会とのコミュニケーションを重要なテーマとしている私たちとしては 地域の皆様と一緒に大阪を盛り上げ皆様と一緒に大阪の魅力文化風土そして大阪という名前を世界に広めていく世界に誇れる都市にしていくことこれを包括連携協定を締結しスポーツではなく防災や不正の PR などにも尽力しております次に2つ目の 社会課題解決への取り組み、えー、昨今 SDGs という言葉をきく聞くようになりましたし意識されている企業人は多くなったかと思います持続可能な開発目標ですから持続可能な街づくりをしていく上でも重要なことと捉えております JFL の公式戦において SDGs スペシャルマッチデーを開催し17のゴールから 試合ごとにテーマを決めて、目標達成に向けて啓蒙活動を実施しております。また、FC 大阪こども基金を立ち上げ、チャリティーゲームなどの売り上げの一部、パートナー企業とのコラボグッズなどの売り上げの一部を貧困対策に活用させていただき、試合の無料招待や無料でのサッカー教室なども行っております。あと えー、国籍や性別ハンディキャップ等に関わらずあらゆる人材が活躍できる誰も取り残さない社会づくりへの貢献を目指すということで、えー、昨年ダイバーシティ推進本部を立ち上げましたその中の取り組みとして F ・ショウのトップパートナーでもあるノーサイド様が、えー、障害社会福祉施設を運営しており そこに通っている人たちがアーティストという仕事としていろいろな作品を手がけておりますのでそれをアート作品の定期便という形でお届けしいろいろな企業の方に喜んでもらっております。あとホームゲームを活用し多様性についての認知度向上や、えー、みんなが住みよい社会形成に向けての活動も執り行っております。 もう一つ、えー、ホームゲームを活用した形でいくと LGBTQ をテーマにりんごちゃんにも来てもらって、えー、LGBTQ のことを皆に知ってもらうような啓蒙活動をしております続いて3つ目の地域力向上に向けてまずサッカークラブが地方にあると地域ブラウンドの構成や大小ありますが経済波及効果 スポーツ文化の発展など地域課題が解決されれると言われていますただ地域が抱える課題はこれだけにとどまらずたくさんの課題がありそれを解決するために最初にお話しさせていただいた、えー、我々が決成戦となり競争の力で、えー、解決していこうと我々は考えております。そこで今 取り組んでいるのが、えー、東大阪町ごとスタジアム構想です。多種多様のプレイヤーさまざまなチームを組んで町を一つにスタジアムに見立てて地域活性化実現に向けて一体となっていく一体となって取り組んでいく構想。ホームタウンである東大阪市で、えー、まあ、これ例えばなんですけれどもホームタウンである東大阪市で我々が試合をさせていただく。 えするとたくさんのお客様がスタジアムに足を運んでくれますそこではちち地域認知度の向上や交流人口の増加などここでも解決できる課題もありますしかしただ試合をするだけではそのまま試合の後にまに、あ、東大阪市 ていくと大阪市がもうすぐ隣にありますので他都市に流れてしまう可能性が非常に高くなっていますそこを先ほどからあのお話しております競争の力で地域課題を解決し地域力向上を目指していく取り組み例えば地域のお店と連動し試合前や試合後に立ち寄れるような仕組みであったり 試合に来ていただいた方にもっと東大阪市を知ってもらえるように地域の企業や人々と連動しいろんなことを知ってもらうような仕組みなど我々を中心に本当にいろんな人々と一緒に町を盛り上げていくような形を街ごととスタジアム構想としてて考えていますこの東大阪町ごとスタジアム構想を進めていくにあたり 昨年11月に地域 DX に向けてパートナーシップ協定を東大阪市様と締結させていただきました。市大阪、ユニエム、ペイディという3社でデジタルトランスフォーメーションを施行した地域情報サイト、マチスタ。地域経済の活性化に向けた東大阪ペイ、これは仮称ですけれども展開を見据え 市民が簡単、安全、安心に生活を楽しめる快適なキャッシュレス社会の実現を目指すそのような形で、えー、3社で手を取り合いまして、えー、東大阪市様とおー DX に向けたパートナーシップ協定をお結ぶ形になりましたでこちらが、えー、本日3月1日リリースになりましたがあ地域のインフラアプリとして、えー、マチスタ デジタル社会で必要不可欠な街の情報や機能を集約して地域市民に貢献するインフラアプリを目指していますまずえっ、ー、と今日からリリースされている情報としては市政情報店舗や施設情報飲食店向けのモバイルオーダー機能小売店向けのモバイルオーダー機能 東大阪市で活躍するスポーツ団体プロやアマチュア少年少女などの大会の情報などが一つのサイトから見れるような情報サイトをまずは展開し始めました町の人々がこれが欲しかった点を実現できるようなこれ一つで例えばオンライン診察であったり 決済もそうですしいろんなことがこの一つのアプリケーションで実現できるような世界観を目指しています現在はまだアプリではなくてウェブアプリでスタートしております今お話したことを F 商作家として取り組んでおり2022年には特にこの4つに力を入れようと考えています 1>, えー、1つ目が東大阪まちごとスタジアム構想そして2つ目が脱炭素社会を目指して3つ目が試合運営の DX 化そして4つ目が循環型社会に貢献東大阪まちごとスタジアム構想に関してはあの先ほどご説明したとおりになりますしそれをもっともっと深く遂行していこうと思っており えー、この2つ目の脱炭素社会を目指してこちらについては、えー、脱炭素の社会を目指してサッカークラブとして、えー、カーボンフットプリントという手法を用いて、えー、クラブ全体の CO2 の可視化 CO2 排出量の可視化を今シーズンはしていきますその上で、えー、この次にもつながりますけれども試合運営の DX 化チケットレスですとか モバイルオーダーの仕組みですとかそういうことをするにあたってもこのゼロカーボンににも供していく形になりますでこの循環型社会に貢献っていうのも具体的には油のリサイクル家庭油,油などのリサイクルを試合会場にて回収しようと思っておりこの脱炭素っていう文脈でいろんなことを実現していこうと考えています。 そして、えー、これらをもとに、えー、今掲げている3つのクラブのミッションを遂行していきますここで一気に話はあの変わるんですけれども競技の方に話を変えます、えー、先ほどからあーいろいろお話しさせていただいておりましたけれども我々まずサッカークラブとしてですね、えー、このクラブの哲学 全ては勝利と感動のためにそしてクラブビジョン、えー、チャレンジング 4J リーグそして2020年スローガン歓喜弱役まずクラブ哲学についてですがあやはりクラブに関わる全ての人が勝利と感動のために、えー、躍動するやはりスポーツクラブサッカークラブをやっているにあたって勝利と感動ここに スキルと我々は考えていますそしてクラブビジョンについてはあ長くずっと掲げております大阪こう大阪から3番目の J リーグ入りを目指している今年こそしっかり J リーグクラブに上がれるようにしたいと考えていますで2022年スローガン「歓喜弱役」 こちちららは原点にに立ち返り、えー、皆様に喜んでもらえるクラブを目指す。やはり、えー、勝たないとこれも結局勝利のところにつながるんですけれども皆様に喜んでもらうためにもやはり勝利というものが必然になっておりますのでまずいろんなことで、えー、例えば地域貢献活動もそうですしいろんなことで町の人に喜んでもらうことも非常に大事とは捉えていますが。 この試合においてまずしっかり勝つことが大事だと思っております。でさらに、えー、と今までクラブミッションも含め、負傷者かの役割も含めいろいろなお話をさせていただきましたがあ結局これらを実現していくためにも我々は強くないといけないというふうに考えています。そこで、えー、クラブのステップアッププアビジョンとして、 えー、2023年 J3、2025年 J2、2027年に J1、そして JFL、J3、J2、J1、やはりこれ見てもらっても分かる通りこり、カテゴリーごとに来ていただけるお客さんの数っていうのがあかなり異なってきます。 ですので、えー、我々が地域課題を解決する、社会課題を解決する大阪を世界へといろいろなことを申し上げましたが、これらを実現していくためにも、我々がクラブのカテゴリーを上げて、よりいろいろな方にインパクトを与えていける存在になっていかなければいけないというふうに考えています。 スポーツの力で魅力ある街を作るこの街を良くするためにサッカークラブがある J リーグクラブへとステップアップし東大阪の財産コミュニティとして皆様に愛されるクラブを目指しますこれからもご支援のほどよろしくお願いいたします近藤社長ありがとうございました続きまして塚原監督より 2022シーズンチームビジョン目標を話していただきます塚原監督よろしくお願いいたしますはい、えー、チーム目標の前に現在このコロナ禍の中での、えー、私たちが本気で j3 を目指す環境があることそして環境が整っていることにまず感謝申し上げますそして世界的に見たら、えー、プレーをできない選手たちもいると思うので、えー、jfl が無事開幕 できるというのがまず感謝していることですで、チームの目標ですけれども今年は今年も変わらず JFL を優勝して J3 に昇格していくことですチームのビジョンとしてはやはり私たちの攻撃なところをどん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 見せることが大事だと思いますのでそういうところを特に見ていただければと思いますで、特に今年は攻撃的な選手も加入してより 福島大阪の得点という部分を見せていきたいと思いますので、えー、そういうところに注目していただければと思いますはい。塚原監督ありがとうございましたありがとうございました続きまして2022シーズン新ユニフォームのお披露目をしていきたいと思います選手の皆様はご登場お願いします 2022シーズンも株式会社ボンボネーラ様とトップパートナー契約を締結し株式会社ボンボネーラ様が展開されておりますボネーラのユニフォームを着用いたしますまた今シーズンも株式会社バイオバンク様伊藤官報製薬株式会社様光レンタ株式会社様 リマテックホールディングス株式会社様、IQ、アイキュア・テクノロジー株式会社様株式会社ノーサイド様には昨年に引き続きユニフォームへの企業ロゴを掲出させていただいておりますまた今シーズンもユニフォーム右袖にホームタウンである東大阪市の名が掲出されます2020年シーズンのユニフォームは 2020年シーズン好評であった東大阪市花園ラグビー場壁面の格子模様モザイク柄がベースモザイク柄をブルーの濃淡でブルートパーズのような輝きを表現デザインしております選手の皆さんありがとうございました さてここからはフリートークの場とさせていただきますはい僕がお題を一つ,ついいのでみんなでザックバランになって話していただけたらなと思いますはいあのすいません緊張しますがよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますまずお題の方を発表させていただきたいと思いますあの自己紹介とかなくていいあそうだ自己紹介からかじゃあ自己紹介からはいお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はじめまして 背番号三十一番ゴールキーパー笠原素直です、えー。得意なプレーは、えー、守備範囲の広さです。よろしくお願いします。は二、いえー、年目二年目になります。えー、キーパーは安田祐太郎です、えー。得意なプレーは、えー、クロスボールの処理と、えー、ロングフィードです。よろしくお願いします。はい はいどうぞ。ではそれでは、はいえー、お題の方発表したいと思います。はいえー、東大阪の好きなところもしくは好きな場所、あとはまあ印象とかですね。東大阪について語れたらなと思います。お願いします。はい。じゃあ先週にみんなにね,ね聞いていくのはいいと思うんで、はい、笠原選手から言ってみましょうか。そうですね。僕今年から語させてもらったんですけど、はい、やっぱり来る前から東大阪はあのまあ工業。 そうですねものづくりの街、ね、そこは、はい、あの知ってました、ねうんまあ、あとはやっぱり花園、ラグビー場、うんまあ、そういう聖地があるっていうのは知ってましたそうよ、まだねあの、シーズンが始まってないんで、まあ、練習もいろんなところでしてるからね、まだそんなに関わりも、ままだまだ少ないもんね,そう,ねそうですね、まだ、来る回数自体がまだちょっと少ないん,、ねうんうん、これからもっと知っていけたなと思います。はいいありがとうございますじゃあ 自分は、えー、2年目で、えー、去年、えー、初出場させてもらった場所が、えー、東大阪ラグビー場に、えー、で、えーまあ、自分も去年最初1年目の時やっぱラグビーが印象的で,でラグビーが印象なんですけどやっぱそれを東大阪の、えー、ラグビー

なんかそれこそ近藤社長とか東大阪でなんかおすすめの場所とかありえっと去年の9月にこの「英和の商工会議所」の別館を使わせていただいてて、はい、まあここら辺って、まあ、ちょっとコロナの兼ね合いがあって、はい、現状行けてないところもたくさんあるんですけどあ、はい、あの近くに何店舗かお、はいあの美味しいご飯屋さんが、はい、昔ながらの。 あの名前出してもいいのが宮古っていう食堂がありました。はい、これもぜひあの川治河に来たら行っていただきたくて、行ったことないですよね。もちろないで、ま、うん。あれ行ったことある？僕こ,このここにずっと最近まあ事務所に午後来るようになってからも、うん、いろんなとこ回ってるんですけど、宮古さんはまだ見たことないです、ね、か。あのちょうどねこの前防止が出てからはちょっと休んでるんで、そうなんです、ねうん、それまでえー、っと多分うちの スタッフ含めたものみんなお世話になっててあそうなんですねじゃすね。ポスターも貼ってくれてるしめちゃくちゃいいとこなんでぜひぜひマンボウが溶けたらみんなでそうみんなで大盛り食べれると思うからかさくんとか東大阪で行ったことあるってことがまだないですかね僕あの去年あのここの事務所に契約 去年の12月に来させてもらうときに僕、去年は滋賀に住んでたんですけどあの雪予報が出まして前の日にで次の日僕、契約させてもらうのに雪で遅れたらまずいなと思ってこの近くで泊まろうと思ってあのユートピアでした。 なんかお風呂の趣味でもいいろ、あのー、まあ現在ですけど東大阪市にホテルってまあ限られてて青龍、えー、さんと、はいえー、ウィングさんはうちのスポンサーをしてくれてはるホテルなんやけど、はい、そこはしっかり外してくれたんやね見事に,見事にもう夜だった、ねね、選択肢がねとはってたらたたんですけどそうやねもうそれはちゃんと事前に言うときますんで <laughs> ありがとうございますあ そうかえあの大中選手あの、サッカーのことについては聞かへんのあサッカーのこと聞きたいですね。今シーズンの目標とかどううですか <laughs> まあもうチームとして明確に J3 昇格っていう大きな目標あるんで、はいはい、そこはもうチーム全員一つになって、はい、まあもちろん応援してくださっているスポンサーサポーターの方も含めて絶対達成。 まあそこから逆算して自分がチームのために何ができるか、まあ、もちろん試合に出て活躍するっていうのが一番の目標ですけど、えー、そうやってみんなであの笑って終えれるあのシーズンになればいいかなと思います、はい。ありがとうございます。じゃあゆうたろう、します。えー、去年、えー、シーズン途中から出場させていただいて、えー、その自分が出場させていただいた時点でもえっ、ー、と J3 昇格の可能性はまだあった状態。 状態だったんですけど、まあえー、J3 昇格が叶わなくて、まあ、自分2年目になるんですけど今年はその J3 昇格という、えー、シーズン最後の場所で、えっと、そういう J3 昇格の景色を見てみたいっていうのもあるんで、えー、どうしてもどうにかしてでも J3 昇格を果たして、えー、シーズンチーム一丸となって頑張って。 シーズンを入れたら終えれたららたなと思ってます、はい、ありがとうございますあと僕ももともとキーパー出身ということもあるしせっかくキーパー2人集まってきてくれてるんで、まあ、ちょっとあの普段聞けないようなみんなも気になってることがあるかなと思って、はい、まあキーパーって試合に出るのは1人やんでその1人の選手以外は出れないわけであってその出れない時に えー、試合とか練習って、まあ、どういうふうなこうモチベーションとか気持ちで取り組んでるのか、ちょっと聞いてみたいなと思って、どうか澤選手、まあ、もちろん、試合に自分が出れないってなったああに、まあ、あのそこからはもう切り替えてあの、チームの勝利、まあ、出てるキーパーのサポート、出るキーパーのサポートっていうのを徹して、まあ、試合が終われば、もうまた次の,あの試合に向けての,あの競争が始まってると思うんで。 まあもう気持ち切り替えて次は絶対自分が出るんだっていう、まあ、ありきたりですけどうん、うん、そういうふうに一個一個あの目の前を全力、うん、目の前のことに全力で取り組むっていうのがまあ一番いい結果につながるのかなって自分は、えーまあ、試合に出れないってなったら、えー、そのチームの,その目標である ことに対して自分がどう行動したらそのチームがより強くなるとかその試合に出てるキーパーより上回らないと試合には出れないんでそのモチベーションをその試合に出てるキーパーより上回るためにえ自分がよりそのさらに努力して、うん。 知ることとですすね、はい、あ,ありがとうございますこれ,ますこれなんでこんな質問したかっていうと、はい、多分、えー、これからシーズンが始まっていって、はいまあ、もしかしたら彼らが出るかもしれないし、はい、出ないかもしれないしそれは多分まだまだ分かんないと思うんですけど、はいまあ、そんな中でもお試合会場も含めていろんな場面で、はいえー、皆さんとこうお会いする機会があると思うんで、まあ、その時に。 なんて言ううでしょうおこういうことを思って頑張ってるっていうのもみんなにも知ってもらいたかったし、はい、やっぱり試合に出てる選手だけが輝くっていうわけじゃないから、まあ、そこの違う部分もちょっと見てほしいなと思って、ね、まあちょっとあの聞いてみたんですけどちなみに武田選手は何を考えてますか僕が試合に出れないときは何くそっていう、うん、まあ気持ちですね。まあ、俺が絶対出てやる でも俺が絶対出て点取ってやるって思ってるのにやっぱ出れてないわけですから、うん、まあそこはまあ自分を見つめ直す機会でもありますし、まあ、それを含めてやっぱ次の試合に向けてじゃ自分が絶対いい準備して絶対練習で点取ってあの見せ場作って絶対試合出てやるっていう気持ちにやっぱなりますね。うん、そううですはいもう <laughs> まあけどなかなかね、これ、キーパーだと、そうですよねなかなか変わらへんから、ねはい、難しい、ねここね、モチベーションの持ち方が、多分フィールドの選手とキーパーとまた違うのかなと思うんで、特にフォワードなんて、やっぱり90分走り切れるって、やっぱ難しいポジションではあると思うので、うんはい、それこそセカンドチャンスで、交、ま、代、あ、で、点、うん、絶対取ってやるだとかっていうことを考えれるんですけど、やっぱ、キーパーの90分は、やっぱり、なかなか交代がないと思うんで、高田選手、ちょっとマイクが遠いかな。 ああすみません、そういうところはやっぱ違うかなと思います、ねはい、もう練習始まって1か月ちょっと経ってると思うんですけど、あのチームの雰囲気って、どうう感じてますかそうですかそでねやっぱりあのみんな、はい、もう1か月もすると打ち解けてきて、はい、だいぶいい雰囲気で、はい、あのトレーニングできてますし、はい、当然練習中もあの、まあ、みんな明るいんで、はい、そうでですすねね明るいです、ねですね、ポジティブな声が出てて。はい まあ雰囲気自体は今とてもいいなと感じてます。去年もとてもそのみんなはきはき元気もりもりみたいな感じで練習っていうかいい雰囲気でやってたんですけど今年も何かこう、はい、去年もそういう昇格のために、うん、一人一人が動,動いてっていうかいい場を作るために。 一人一人がやったんですけど今年はもうなんかさらに、うん、もう昇格しそうな感じの雰囲気で、うんはい、とてもいい感じですいいじゃないですか昇格しそうな雰囲気<ー>いいですね、はい、どう武田選手は僕多分他の人よりも来たあのタイミングが違ったので、うんねはい、まだ合流して3週間とかなんですけど、うん、まあそれでもやっぱチームの雰囲気っていうのは明るくて、まあ、でも締めるとこしっかり締めてみんな まあ一つの目標、まあ J3 昇格に向かって、まあ頑張ってるなっていう感じで、うん、僕今怪我でサッカーできてないんですけど、うん、まあリハビリから見てもやっぱりみんなの雰囲気はすごいいいなっていう感じます。うん、なるほどね。じゃああの最後に、はい、えっとファンサポーターに向けて一言もらえましょうか。はい、中田選手から。今年はあの J3 昇格。 っていうのに、まあ僕らの力だけじゃなくて、まあ絶対サポーターの皆さんの力も必要だと思うので、はい、まあぜひあのー、試合会場に来て、えー、後押してください。お願いします。えー、今年は、えー、去年以上の、えー、成績、まあ一年一年間シーズン長いですけど、えー、まあ勝てる時も勝てない時もありますが、サポーターサポーターの皆さんの 力が大事になってくると思うので、一年間熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは笠原さんと湯井太郎でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お次はこのお三方に来ていただきました。それでは自己紹介の方よろしくお願いいたします。 背番号5番の坂本修介ですプレースタイルは攻撃ではクロスからのシュートで守備では対人とヘディングです今シーズンはキャプテンを務めさせていただくことになりましたよろしくお願いします、はい、背番号7番キツイタガイラです、えー、プレースタイルは、まあえー、前線でボールをキープしたり得点に絡むことだと思っています、えー、今シーズンから あ、今シーズン副キャプテンを務めさせていただくことになりましたよろしくお願いします、はい、背番号八番の日高圭太ですプレースタイルはパスでリズムを作ったり豊富な運動量でチームを助けることだと思ってます今シーズンは副キャプテンを務めさせていただきますよろしくお願いします、はい それでは早速、はい、さっきあの聞きそびれそうになったあの、はい、今期の目標の方から聞いていきたいと思います大丈夫ですかねあいいよいいよはい今期の目標、はい、じゃあ周く君から順番にあの言っていただけたらなと思いますそうですねえっとまあチームとしてはえっと優勝と昇格をこの二つを達成するためで,で個人的にはえっとまあサッカーの方でもそうですけどホームタウンの東大阪を盛り上げるように。 えー、東大阪の皆様に、えー、明るいニュースを、えー、毎週届けれるようにやっていきたいなと思っています。はいはい、そうですね。僕もやっぱりまあ優勝と昇格で僕もまあ7年7年目になってこういろいろこの東大阪のまあ環境も変わってきたり、東大阪ホームタウンになってやっぱそこで。 ここの東大阪で J に上がりたいなと思っているので頑張っていきたいと思います、はい、そうですねまずチームとして JFL 優勝と J3 昇格っていうものを成し遂げたいと思ってます、えー、個人的には、えーまあ、プレッシャーをかける意味でもその JFL MVP を取れるような活躍ができればなと思ってます いはいいありがとうございます素晴らしい、やっぱりキャプテン、服キャプテンやると、<laughs> やっぱり言うことが違いますね、吉井、ねまあ、選手なんかは今年七7年目で、はいまあ、背番号も7番やし、<laughs> 今季は17点ですかいやー、77点、<laughs> <laughs> <laughs> 結構いきますね。ねえだから、まあ、みんな目標がしっかりしてて、はいでまあ、キャプテンのね、朱なんかは東大阪のね、 あの人たちにどんどん,どん伝わってほしいっていい情報を伝えていきたいっていうふうに言ってくれてて、はい、でまあ小坂って、まあ、2018年からこうホームタウンが東大阪になって、はい、まあみんなもご存知の通り全試合がね半蔵でやってるわけじゃないから、ね、あやっぱり東大阪にいてる時にみんなにやっぱりいい情報をお伝えしていきたいっていうのはクラブとしても考えてるのでまあみんなは選手として。 やっぱり勝つことでこうお返ししてもらえたらなというふうに思ってるんやけどそうです、ね、どややろういや本当にもう全勝ぐらいでいかないとだめだと思うんで去年は勝ちが少なかった <laughs> <laughs> そうですね,ですね東大阪10月かな、あのーはい、花園で勝ったのはソニー仙台ソニー仙台戦。はい あれまでは確か勝ててなかったよね,そうですねなかなかねあの惜しい試合が多かったのは多かったけど10月までね勝力をお届けできてなかったっていうのはね、はい、あの選手はみんなきっと悔しかったと思うしで意外とみんなすごい期待してくれてるからそれに応えるためにもちょっと頑張ってほしいなと思ってます。はいうん こういうところでいいいろろいろこうそうです、ね、こういうとこで言えないから、うん、司会ができてないんですよ、どん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 回していこう <laughs> なんか東大阪の好きな場所とかありますかね、なんかそれこそ長年いらっしゃるじゃないですか、まあ、東大阪にまあホームタウンが変わったのは2018年ですけどそこから多分いらっしゃると思うんで、どういうところが、高君とか、どういうところがなんか,好きな場所とかあります,か、ねすね、花園のラグビー場とかはやっぱり、はい、すごい雰囲気あるなって思って。<laughs> あのワールドカップラグビーのワールドカップとかも入れたし、はい、そうですね。やっぱすごい広くてなんか子供たちとか、はい。あのお年寄りの方もいろんな人がまあ好きなことをできてできる、はいはい、いい場所やなと思いますね。あの公園中央公園ですかね。うん <laughs>、中央公園ね。僕昔ラグビーであの花園でラグビーの試合したことがあって、その時あの第二グラウンドのとこが まだ多分土だったと思うんですよね。 そんな時から知ってるんですけど、今この前たまたま近く通ったらめちゃめちゃ綺麗になってて、なんか早く怪我なして試合出たいなって思いました。そうですね。<laughs> 全然広げてくれないんですけどね。ラグビーしてたの。グビーしました。ラグビーしてたの。小学校一年生の頃だけですけど。うん、マガタイ的にはいけそう、ね。昔 <laughs>、ね、から大きかったんで。ラグビーの試合出たいみたいになってんでいい。いやーすいません、サッカーです。サッ,ですサッカーの試合です。吉勝サッで出たいです。ただどうなの今年はあの。 6月の19日があの第1グラウンドで試合することなんだけど、はい、選手はど,どんな感じで思ってあったのか、ちょっと聞いてみたいなと思って。どうもう、第1でできるなんてっていう率直な感想ですね、のうん、のもう日程見た瞬間、おってなって、楽しみやなっていうのが、うん、どんな雰囲気になるんだろうとか、感じますね。つい、ね、選手はややっっっぱぱり僕もやっぱこのいつもこっちで できたらなあっていう思いでやっぱりまあ試合してたしやっぱ東大阪の花園で試合するときぱ結構盛り上がっててやっぱいろんな方々も見に来てもらってるんでやっぱああいうところでややれできるのはもうもうすすごい楽しみでね日高選手はどういや本当にすごく楽しみですし、まあ、あの会場で試合できれば、まあ、選手自身もやっぱモチベーション高まると思いますしお客さんも。 さらに見てて楽しいのかなと思うんであの三浦和良選手にぜひ来ていだ今年 JFL は、ね、話題になってるし、はい、で一応、クラブとしてはあの6月19日に1万人を入れようと考えている<ー>もう言ってしまったんやけどクラブとしてはもう1万人あそこで来てもらって、はい、やっぱり。 あれぐらいの、ね、大きさになるとある程度人数が減ってもちょっとスカスカに見えてしまうしやっぱりね、えー、みんなの頑張ってる姿をより多くの人に見てほしいと思うので、まあ、それまでに多分買ってるか買ってないかとかあのみんなが積み上げたものが多分ねみんなの期待になると思うんではい、はい、頑張っって欲しいなと思ってますどんどん質問していってください。はい じゃあ,もうあと開幕まで3週間切ってると,てるて、ね、てると思うんですけどなんか今のチームの雰囲気とかそのキャプテン、副キャプテンから見たらどういうチームになってるかなっというのを新加入の選手で結構、地方の出身の関東とかの選手が多くて最初、ちょっとおとなしいなっていう印象があって。うん、でもっと関西 のりのらしく、なんかワイワイしてくれへんかなっていうのはちょっとあったちょっと最近、ようやくちょっとずつまあ新卒の大卒の子とか、もうちょっとずつ殻を破ってきて、ちょっとずつ関西に馴染んできてくれてるかなっていうのが印象ですかね、最初はちょっとおとなしいけど、徐々にって感じなしますね。 僕とかやっぱもうずっと関西じゃないですか結構絡みに行ったらなんかやばいやばいみたいな逆にこっちがやばいみたいな感じになるんでだけど僕もね昔先週やってた時代あったけど僕が18の高卒ってまあもうみんな大卒かけど入った時に今ってみんな30そこそこぐらいになったんかなそうう手前とかぐらいの人とかめちゃくちゃ怖かったでだいぶ年上やったから まあね20ちょろちょろの人たちはもうめちゃくちゃ喋ってたけどさすがにこれぐらいのベテラン選手になったらガガツツいいいかながちょっと怒られてると思ってけどある意味それがねあのチームワークになって結束が高まるんやったらそれはすごくいいことだと思うし、まあ、本当はね喋りたいけどあの怖くて喋られへんかったっていう記憶があるんで。 なんかね、チームがよくなるのであればどんどん積極的にやってほしいなと思うし、はい、じゃあもっと鬼絡みして <laughs> そうですね、まあ、なんか結構こうガーッて盛り上がるマップとかでも、うん、やっぱそういう感じになんか今まで持っていってたんで、うん、結構下のほうで静かやからもちろん盛り上げていこうやって感じはあるって感じです、ね、あそうなんですね。 まあけど盛り上げるのがいいってわけでもないかもしれないけど逆に日高選手なんかは自分は正直、全然違和感がなくて大体アップってこんな感じかな関西出身の方がするとちょっとおとなしく見えるんだなていうのはすごく思っててあそうなんやだから自分も今頑張ろうとしてる。 まあ今年からね副キャプテンですね。うん、そうですね。はあ。やっぱり全然違うもんなんですね。そこら辺の温度感っていうのは。うん、そうですね。まあ人それぞれやっぱ自分のこの練習に対する持っていき方ってあると思うんで、うんうん、まああの自分としてはあんまり違和感はないんですけど、ただやっぱチームとしてまあ監督も含めてやっぱりこうもっとこう勢いを持った空気感っていうものが一生、うん、らしさっていうところであるみたいなので、うんうん、まあそこは良さではあると思うので。うん まあ少しずつそういう雰囲気にチームとして慣れていけるはいいかなと思ってます、えー。なんか僕ちょっと聞きたいなと思ったことが、えー、練習中とか、えー、まあ結構ガツガツやることも多いと思うんですけど、なんかこう喧嘩したりとかっていうのはあったりするんですか？まあ、喧嘩はまだなんか言い合いみたいなでも言い合いとかもまだ今年はないかもしれないですね。えー、去年ちょこちょこあ たイメージはありますけど、<ー>今年はまだそんなに。こう言い合いで、あいつらなんかやり合ってるなっていうのは、まだそこまで見れてないですよね。どうですか、きつい選手。そうですね、僕はまあ、紅白戦とかでも、ちょっとスイッチ入れそうになる時もあるんですけど, <laughs> <laughs> けど。あんまりやりすぎると、あれなんで今日、まあ、その。そういう言い合いは、あんまりないかもしれないですけど、やっぱり。 そのたまぎわであったりとか、そういうのはやっぱ結構、ガツガツいけてたり。うんうん、やっぱ、そのファールやろうとか、うんうん。やろうとか、そういうのも、結構、出てるとは思うんで。はい、そういうところでは、まあ。すごい、バチバチ、高額戦とか、できてるのかなとは、思った気がします。ええ、日高選手はどう。まあ。そうですね、あんま、目立ったものはないですけど、たまに。 前田優斗が絡んでるとちょっとなんかそういう空気が <laughs> <laughs> ある時あるかなと思いますけどまあでもあのいい意味でしっかりこう要求し合いながら紅白戦とか含めてできてると思うんでまあその辺はまあ 喧嘩はまあ良くないかもしれないですけどうん、うん、もっとこう要求し合うっていうのはもっとやっていいかなと思ってますそうですね、はいあのー、ごめんなさい僕もたまに練習とか、まあ、試合とか見させてもらう時があるんですけどもうちょっとみんな要求してほしいかなと、まあ、こんな立場でこんな場所で言うのもあれなんですけどなんか要求もっとしちゃあほしいなとは思っていてなのでなんかそこら辺ね、まあ、言い合いが少なかったらなんかちょっと残念やなと思ってたんですけど,どうまあそういうのがあってよかったなとは。 思いながらまあどんどんねそういうのでちょっと高め合ってちょっとずつ合わせていってねあの試合で勝てるようにしていってほしいなと思います大体 <laughs> いいこの間が空いたら視会が進行するっていうもうメで三3秒前ぐらいから今 <laughs> 送ってたんやけどマジ <laughs> んですけど、ね、花にも何を」っていう。<laughs> テンパちゃんですよ初めての司会で、うん、まあでもまあだいぶ聞けたと思うんで、はい、今日はこの,このぐらいで終わりたいと思います。はい、最後あの、キャプテンの方に締めていただこうと思うので、はい、お願いします、はいえーまあ、ホームタウンが東大阪になって、ふし大阪の認知度とかも、えー、年々上がってきて、ファン、サポーターの皆様の、えー、期待も、えー、本当に高くなってきていると思います。えー そんな中で、えー、っと優勝昇格を果たすために選手は一試合一試合全力で戦うのをめちゃくちゃいいことを言っていただいたんでやっぱりね、あのー、キャプテンがそうやって言ってくれてるんで、はい、ぜひ皆さんに期待していただいて、はい行きましょう。はいはい え本日はえこれで以上になります。はい、え多分次回以降ズームで多分みんなでまたこういうこうやって選手と話す機会を作ってみんなにいろんな選手のことを知ってもらうと思うのでその時またよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今選手の名前をみんな言って締めましょうか。はい。はい、え普通に普段の呼び方いいよ。周くん、高くん、慶太くん、えー、今日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。